高遠力のおかげで病気になりました。昔ね、昔だからまだ元気な時はもうほとんどこう毎日、あのほとんど毎日ですよね先生。本当にほとんど毎日食わされてた。これ食べた後そこのデニーズに行ってまた食べさせてた。だって喫茶店なんか行くじゃないですか、先生座っててくださいって持ってきますからって言われて、なんかすごい甘いもんばっかりになる。何十皿も持ってきて絶対食べますね。絶対嘘、それは絶対嘘。親方もまたすごいのはやっぱりカステラを、はい、1日に2本食べたことあるんですよ。カステラ2本食べたことあるんですよ。そしたら親方がもう申し訳なさそう、そしたら普通だったら威張って言うんですけど、申し訳なさそうに、あの私1時間で15本食べました。それはちょっとおかしい。7本ですよ。7本10本食べれないですよ。それはそういうことを演奏しながら言えるってことはやっぱり素晴らしいですね。日本人の心っていうのはやっぱり、はい。